ただいまご紹介いただきました山陽の雑誌より参りました人相自身と申します。我々が今から踊らさせていただく曲は本年度の新曲六条悪大江山海岸という楽曲を踊らさせていただきます。この楽曲のテーマは四天童子を語られている、おとぎ通しで語られている四天童子のお話でございます。お客様におかれましてはその大江山の鬼たちが登場する源の雷光になっていただき、この物語に参加していただきたいなと思っております。我々人相自身を大江山の鬼たちとして、そしてお客様は我々を退治にしに来ていただきたいなと思っております。お客様なくしてこの楽曲は完成いたしません。ですのでこの楽曲に一緒に参加して楽しんでいただけたらなと思います。今から演じさせていただきます。皆様どうかご声援のほどよろしくお願いいたします。それでは参ります。六条悪大江山海北。ここは丹波の国大江山。いつものように鬼たちは都へ赴こうとしたある日のこと。これは何者か珍しい。この頃何も食うてないので腹が減っていた。ちょうどその時にこの愚か者は飛んできにいる夏虫。今こそ思い知った。さあ引き裂いて食おう。あってことを質問するな。このように珍しい酒肴を私にするのはかなわない。主君の断り良い次第。酒があるとき我らもまた客層たちに酒を一個差し上げよう。その Oh,
最高。我は王道などはせぬ。さあ、はい、金総自身の鬼たちはいかがでしたでしょうか。それでは見てくださった皆様に礼。ありがとうございました。直れ、どうもありがとうございました。それでは金総自身退場。ありがとうございます。